といつも探してるんですよ。そう、 AKB さん見に行きました。そう、 AKB さん見に行ったんですよ。贅沢両親本当。そう、結構前に言っといたんですよ。そしたら見に行けるってなってマジ幸せでした。え、もうほんまに幸せで、これ分かち合いたかったんですよ、早くね、みんなと分かち合うっていうか、なんか聞いてほしかったんですけど、マジあのちょっとこの X 投稿するやつに時間がかかっちゃいまして、そう、なんかもう、え、なんかもうたくさん書きたいことがあったんですけど、なんかそれを考えてたらなんかいつの間にか時間が経ってまして、そうで、ショールームするのが遅くなりました。よく物をなくす、私助かりました本当。もうね、なんかレベチ、もう可愛すぎて、本当は自分写ってるのをあの自分写ってるの載せたくなかったんですけど、そう、もう切り取って載せようかなと思ったぐらい可愛すぎて、みんながケビさん本当に可愛い、マジで可愛い、衣装も可愛いし、お顔もビジュアルも、もうビジュアル良すぎて、もうスタイルも良すぎて、なんなんどういうこと、同じ人間かと思いました。もうマジ可愛すぎて、どういうことみたいな、もうどういうことみたいな、もうマジでどういうことみたいな感じなんですよ普通に。あめなちゃんさん、何が見てそう、同じタイプだった。ちゃっちゃんと見ちゃう、綺麗。もうね、私あの平田由紀さんはもう特に、あの私はそのあの平田由紀さんがあの昔番組に出てた時からもうずっと本当に好きで、お顔がもうずっと好きなんですね。で、なんかその私がオーディション受けてる時とかも、その AKB さんに入って、 AKB さんに入ったって知った時にやばいってなって、マジ可愛い、ほんまにやばいってなって、もうなんかまさか会えるって思わなくて、このアイドルになって、まさかこうそうやって出会いがあるなんて思わないじゃないですか。もう幸せすぎて、もういいんですかって感じなんですけど、あ、やべやべやべ、そう、もういいんですかって感じで、もうマジで幸せ、私マジで幸せ。なんかだから今日マジ前世何に徳を積んだんだと思いながら自分で浸ってましたね、ほんまに。もうほんまに最高すぎて。あとあゆりさんもなんだっけ、17期さんがそのデビューしたっての時ぐらいにもう本当にずっと見てたのね。もう17期さん本当に大好きなんですね、私。もう本当に AKB さん全員好きなんですけど、17期さんを特に私は見てたので、もうマジでって感じだったんですよ。もう嬉しすぎて、もうやばいみたいな、もうマジで会えたのが本当に嬉しくて、もう最高ってなりました。もう本当は推し活とかしたいんですけど、そう、推し活とかしたいんですけど、そう、軽くは推し活ができない。もうなんかもうマジで可愛すぎて、もうどういうことみたいな、私もアイドル私なんかがアイドルになっていいのかって思ったぐらい可愛かったです。もうほんまに可愛くて、お顔小さくて、こんななんかもう喋り方も可愛くて、もうどういうことみたいな、アイドルって感じでした。もうね、あの AKB さんも全員、あ、もうアイドルなんですけど、もうガチのアイドルみたいな、わかる、なんか言いたいことわかるかな。ほんまに可愛いよね、来ても、うん、分かったかな。はい、じゃあありがとうございます、ありがとうございます。もうほんまに可愛くて、口になってる、ほんまに可愛くて、ほんまにもう平田育さん大好きなんですよ。もうほんとに大好き、ゆきみさん大好きです。もうほんとにほんまにもう幸せだった。てか目薬あった。ほんまに可愛くて、あの AKB さんすごい可愛いのに、なんか自分めっちゃ薄くて病んじゃいますね、マジ。そしてね、あの前髪がもうマジで調子悪すぎて、もう写真もちょっとぐちゃぐちゃだったんですけど、でももう緊張して写真もブレてるので、ちょっと X のやつちょっとブレてたりもするんですけど、ご了承ください。そう、もう顔もこぼこわばっちゃってぶつたけです。あー、ごとさん、なるもありがとう、ありがとう、みんなありがとう。私よさまりが、もうやばいよね、普通に AKB さんと写真を撮るっていうのはさ、あれはやばいよね。中中さんと会えるのは確定、そうなんですよ。もう私何と積んだんだろうと思って、もう高猫さんとも会えるし、 AKB さんとも会えたしって、え、どういうことみたいな。高猫さんとはもう対話ですよ、私ちょこっと聞いてたんですけど、高猫さんが来るっていうのは、
もしかしたら一緒かもしれないっていうのを聞いてたの、ちょっと知ってたみたいな、ちょっともしかしたらみたいなのはちょっと薄々聞いてたので、もしかしてと思って、で今日本当に確定して、どうしましょうみたいな、もうほんまに嬉しいです。もう私もなんか多分、はい、もうなんか幸せですね、本当になんか幸せすぎてどうしたらいいんだろうみたいな、いやほんまに幸せです。トイノさんありがとう、でもオタかよって感じです、ほんまに。それはみんなオタクになるよねって感じ。うん、またありがとうルパさん、お花ありがとう、昨日が見たよ、かわいい、ありがとうありがとうルパさん、ありがとう、お花めっちゃ愛されてる。けいおじきさん、ひーちゃん名前が出てましたね、嬉しかったです。お付き合いさん、お人推しが上手、世界中感謝、いえルパさん、あ、レボスターありがとう、ヨシさんレボスターありがとう、たたくかわいい、ありがとう、ひーちゃんが一番かわいいと思う、もうそんなことないよ、嬉しい、でもそうやって言ってくれて、ひーちゃんも仕事しかくらかわいくなかったよし、みーちゃん返しきてアップして仕事したんだけど、ほんと嬉しい、きまきさんレボスターありがとう、それさんげありがとう、今日もかわいい、嬉しい嬉しい、俺の響きおしゃれくとけるな、嬉しい、みんな言ってくれて、クエスト早速申し込んだ、もう やばいよね、普通にもうオタクになっちゃうよね私ね、もうどうしましょう、はあ、なんかもう幸せすぎてどうしたらいいんだろう、なんかお仕事頑張れる、マジでもうマジで頑張れる、ほんまに頑張る、へ、ほんまに頑張る、もうマジ最高すぎる、トピアンとありがとう、ニコありがとう、花こんなのばかりと、ずっと取れるよ、取っちゃった、もうクリアランスに取っちゃった、すいません、しっかりと嬉しいね、嬉しい、ゆうちゃんありがとう、幸せを手に負けてください、もう負けちゃいますよいいないいな、ほんまに幸せだったよ、私も幸せ、高根子さんにも会えるって確定したのも、もう11月が楽しみ、もう楽しみすぎてどうしましょう、え、楽しみよ本当に、でもいいんですかね、こんなにね、こんなことが、嬉しい、やだ、嬉しい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 、えぎ、あ、嬉しい、えぎちゃん嬉しい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 、えぎさんがフォローしてくれました、嬉しい、反応してくれました、お、嬉しい嬉しい嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい、幸せすぎる、ほんまに幸せすぎる、ほんまに幸せすぎる、ほんまに幸せ、マジで可愛かった、ほんまに可愛かった、どうしよう、ごめんねみんな今日はさすがにおしゃれしましょう、まあ言うなのなんですけどね服なんか変な服でいけないと思って、なんか可愛い感じの服装をしてきたかったので言うなにかしまりました。もうなんかさ、響さん、なんか服いろいろ捨てちゃってさ、なんかもうなんか最近なんかこう似合う服がちょっとなくて、だから借りました。ハネミキの竹内ってどう思って、ハリさん竹内ってどう思って、どうだろう。最近負けぐるかわいい、本当に。いやーでもマジでやばかったなーって感じですね。ごめんパパありがとうございました。じゃなくてペンライト、お宅は見ました。クセしたと本当？今さっきお宅見てたんですよ、流し見してたんだけど、ちょっとね、ちょっとなんかブサイクだ。髪の毛がさ、なんかちょっと丸すぎて、ちょっとねって、なんか伸びた気がするんだけど、この数週間で、その週1週間で、花子会員ありがとう、もう最高でしたね、りょうさんお花ありがとう、顔白いねえ、お顔マジで白いよね、嬉しい、じゃあ一応かわいいかな、ほんとに嬉しい、じゃあもし見に行くよ、シーソーさんお花ありがとう、その気持ちいつもひーちゃんがもらって、嬉しいよ、同じ気持ちをしてくれてるの、アンバさんありがとう、さしシーソーさんもらってたよありがとう、ひの犬の名前もあじきちゃんね変な役をえいけないよ、いほんまにそう、そんなにかわいいの持ってた、え響きだって持ってるし昔はねこんな感じのかわいい服持ってたんですけど、なんか結構ねこうあれですね、ちょっとやっぱりねちゃんとあのこうこんな感じのデート服っぽいのをちゃんとあれですね、あの用意しとかないといけないね、こういう時のために、こういうね大事な大事な時のために、
なんかマジで変な服装できないなと思って、もう胸が可愛い。つのまさんに言いました。ありがとう。さっきお花ありがとう。クタルス可愛い。ありがとう。ボブ最強すぎる。本当？最強だから。さっき本当ありがとう。昨日の配信の流れで。これの画像ポストした？本当？そういえばさ、君聞いてほしい。あのさ、昨日私さ、じゃショールームしながらさ、あ、じゃあ今からポストしますね、みたいなことを言ったんよね。そう、 X 投稿しますみたいな言っとって、私は投稿したつもりだったの。としたらさ、配信終わってさ、でそれでさ、もう0時回った時に、ん？なんか何も反応が来てないと思って、 X いつも反応何かしら来てるのに、え、なんか全然今日反応が来てないなと思ったんですよ。としたらね、昨日投稿できてなくて、はぁマジかと思って、はぁマジ？マジありえないと思って、昨日リオさんのさ誕生日だったから、その日に出したかったのね。でしかも結構時間をかけて書いてて、もうよし出せると思って出したのに、出せてなくて、ほんま自分腹立つと思ってさ、あーってなってました。そう、一人でブツブツ言ってました。もうほんまに最悪、なんでなんで私を、え、投稿って押したよねと思って、マジマジマジで、だからもう朝から起きてすぐポーンと出しました。もうめっちゃ辛かった。うん、いいじゃん。普段はいつもみんな与えてくれ、ほんと広さかわいい、ありがとう。え、もうもっとね、なんかあのね話飛び飛びになっちゃうけど、もう今日 AKB さん見て、もうみんな本当にスタイルが良くて、もう棒なんですね。もうほんまに悪い意味じゃなくて、いい意味で棒なんですね。ほんまに綺麗、もう頑張ろうと思いましたね。うん、とか言って、あの今日マック食べてきました。ありがとうございます。ラッキーさん本当ありがとう。かいくん見て元気出る。え、ほんまに元気出る。なんかもう活力って感じ。ラッキーさんありがとう。ズナムズかわいい、ありがとう。結婚してありがとう。さあ、ね、そうチャンネルしてきて、服も用意してくる。そう、服ね、最近マジ買ってなくて、夏服とかほんまに今年買ってなかったんですよ。だから何も服なくてさ、そうなんですよ、なくて、そう、といいちゃん、シャドウいいちゃんなんなくて、すんって感じだけど、だそうそうそう、意外だった。朝見た、ありがとう。そう、ひーちゃん、ひーちゃんはね、どうだろう、何かな、ツインテールか、かいのがすめつ、え、わかる、ちょっと待って、ちょっと待って、え、もうね、めっちゃ可愛かった。名前が出てこない。あの、初選抜に。今日喋ってたんですよ。めっちゃ可愛いって言って。え、待って待って。名前出てこない。めっちゃさ、めっちゃ可愛い。今日ツインテールだった方ですよね。わかるよ、わかるよ、わかるよ。めっちゃわかるよ。めっちゃわかるよ。めっちゃわかるよ。しかも X 上げてるでしょ、答えださ。めっちゃわかるよ。え、今日、え、ほんまに遠目から見て、もうガチアイドルだった。もうほんまに可愛くて。食べて、そう、サンクチョコパイ食べてないの。そう。のりさん、本当ありがとうございます。黒の大さん。そう、実感した、そう。じゃあ、僕かわいい、本当？実がすごいいけそうです。お、来てね。ギャップも来て、ギャップ来ていかないよ。エビ様、ハタありがとう。キラニーさん、ハタありがとう。だからがありました。はぁ、そう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 。そう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 。うん、今日、あの、会話してないんですけど、イチゴと話しとって、え？かわいいって言って。そう、私が、え、めっちゃかわいいって言って。そう、でも、あの、結構、全員とは全然お話できなくて、本当は響きはもう一人一人あのツーショットみたいな感じで喋りたいなって気持ちはあったんですけど、まあ、そんなことはさすがにできないので、はい、そう、てかありがとう。しかし、もう本当にね、幸せでした。送りゆいさんもすごく、あの、写真を写真撮りたかったんですけど、そっち切りましたね。はい、なんかちょっと帰りはね、もしかしたらいけるって時があったんですけど、なんかちょっとこ
声がちょっと出なくて諦めました。そう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 、うん、だからひちゃんと一緒に写真に収まってね、すごいよね。そうそう、ありがとう、ペンライトありがとう。そう、もうね、レミさんですね。もうマジで可愛かった。ほんまに可愛くて、可愛い世界線でしたね。幸せでした。はい、もうね、今日はもうみんなにこれを自慢できたので結構幸せです。はい、幸せですって感じです。マジでほんまに幸せなんですけど、ほんまに幸せすぎてもうどうしよっかな。結構ガチで幸せ。マジで幸せなんだけど、もうニヤニヤしちゃう、もうニヤニヤしちゃうね、マジで。自慢で、こわちゃんありがとう、こわに会えたになってよかった、ほんまによかった。声かけましょう。かけれません。話してみたかったですね。自慢ですよ。いや、僕たい幸せで胸陣言ってくれて力尽きた。そう、もう一気に喋ったからね、私。自慢、もう自慢してる。あー、もうなんかさ、やばくない？普通に考えて、やばいよね、普通に考えて。やばいよね、顔がこわってるんですよ、私ね。なんかもうやばすぎ、やばすぎ、マジで。それから出てきてよかった、もうほんとよかった。アイドルになれてよかった、ひーちゃん。こんな世界線があるなんて思ってなかったですね、ほんとに。やばーい、やばーい、やばいですね。まあ、逆に言えばこうやって、逆に響も「やばい、響さんと喋れた」みたいな感じで思ってくれる方がそのアイドルさんでできるようになるぐらい頑張りたいと思います。水でも飲んだ。もうイレさんありがとう。花ナアキさん見に来て、見に来て、見に来て、もう絶対見に来てください。カヨナアキさんありがとう。幸せをあげてほしい。サルさんありがとう。ハンナお肉やかみがたかわいいって言ったからありがとう。ありがとうね、嬉しいよ。ツッツッツッ、全然一緒に出演できる日が来るといいね。ね、羨ましいでしょ。そこに行ったら高田社長にしか会えません。高田社長にも会えませんよ。おさねちひちゃんに行ってニヤニヤするしてください。じゃあね、ケイポスがすごいね。嬉しいよね。そう思ってる。昨日終わりからちょっと可愛いって聞こえてきて、本当？嬉しい。もうちょっと切りたい。もうちょっと切りたい。なんかもうなんかさ、この短さにするとさ、なんかすぐ伸びた感じがするんよ、マジで。これガチ。そう、ひーちゃんに会えるの目的、目標にするアイドルさんも出てくるよ。そう、そのぐらいになりたいので頑張ります。マジで今日思った、そうなりたいって思って。昨日ユナキオで STU とイケビカイムムライト幸せでね、ありがとう。あー幸せ、もうどうしよう、幸せかも。いや幸せすぎるわ私、はあ、やばい、俺ひーちゃんの配信見てるで、よろしいかで、よろしいかがおもろいよ。よろしくない。うんうん、じゃあいーちゃんに言ったの隠したんだから、隠したんだから。もうね、ラビューラビュー、もうなんか幸せだわ。ひーちゃん幸せすぎてどうしよう。明日お仕事なんですけど頑張れそうです。え、マジで覚えないといけないんですよ、今日も京都ってね。今日も京都って覚えないといけなくて、今日こそ全然覚えれてないやつがあるので。そう、ひーちゃんに憧れアイドル目指します。あ、どうぞどうぞお願いします、ね、どうぞアイドルになってください。アイドルになって会いに来てください。アイドルにならなくても会いに来てください。ひーちゃんのまあ深い、ほんとひてきんかさかわいい、ありがとう、結婚してありがとう。ブブー、しないよー、しないよー。ね、私もアイドルっぽくなりたい。 AKB さん見てて、あ、すごいアイドルだなと思いました。そう、喋り方とかもめっちゃアイドルだなと思って、私なんかアイドルっぽくないなって思いましたね。そう、よく
る時いつも毎日笑顔で出会ってくれるか可愛すぎる本当。こいつちょっとが当たり前かもよ本当。しかが前より声やつ倍する本当。一緒も合うガチちゃんも寝ますおやすみ。毎日充実しますね。毎日充実してるほんまに。えいちゃんありがとうぽいよ。アイドルっぽいほんまか。さっきひーちゃんの良さだと思う本当。ラブユー好きな高校行ってたんだよね。ねすごい稼いだからアイドルにある意味飾りすぎてないところミーミルク本当。飾りすぎてなさすぎてダメなよ。そうよ。ほんまにやばい。あんたにもタイプ変えるよ。確かにいいじゃん。それは言ってほしいよ。ほんと。もうマジで可愛かった。ヒーさんみたいかっこいい顔かわいい。かっこかわいいのもいいね。ねえ、それな。素敵だよね。ステージ上では立派なアイドルなんだけど、配信上とかだと立派なアイドルじゃないんですよ。配信とかでも立派なアイドルになりたいの、私は。でもちょっと無理みたい。WER さん、あ、ありがとう。反対声の見つかってた。ほんと？もっともっと。鼻だれ出たいです。また。ことない。オーラある。本当オーラを感じません。私は自分でオーラを感じたい。自分も髪でもいい感じ。本当可愛い。はあ、もうマジで幸せ。いつもニコニコして元気もらえるからそのままでお願いします。あ、じゃあそのままで。あー、どうしよう。みんなありがとうね。みんなありがとう。仲良しとやかしてみる。皆さん今日はリップを塗っていきたいと思います。今日はお花畑に行ってみたいな感じ。じゃあ無理だな。まあこういうアイドルさんあんまいないか逆に言えば。花のひーちゃんもっと見たいね。見たいよね。明日おもろいアイドル。ひーちゃんもいた。そういた。もうね、あ、すごい方たちばかりでした。もう皆さん、もう皆さん素敵でした。じゃが耐えられそう。無理です。ソダさん反応ありがとう。キャップがいい。そうアイドル。ちょ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 。あー、もう楽しかったな。あー楽しかった。朝日になる。ソダさん反応ハートありがとう。キャップ結婚してありがとう。しないけどね。チュンチュン。はあ、幸せひーちゃん幸せひーちゃん幸せ幸せひーちゃん幸せ幸せ幸せヒュンヒュンヒュン。ふたのひーちゃんが一番です。大好きです。かだやさん誰もありがとう。みんな響きのことこれからも好きでいてね。いやー、ほんまにもう透明感すごい人になりたいな。マジみーちゃんすごかったですよ。透明感へっく、もう白くてステチでした。もうやばかった。もうマジで可愛すぎてどうしよう。一生語れるよこんな。ラビュー。またさくるくさが教わろうね。幸せとは赤気になったらよかった。そう、ほんまに浮かれちゃってるよ。もう浮かれちゃって、明日危ない目に遭わないといいな。ピース実際当たるといいなね。当たってね。ずっと好きよ。ありがとう。ジュリーズ大好き。ありがとう。やっぱ行けなかった。そう、私はねめっちゃ早くからやってたんですよ。シャーと。そう、めっちゃ早くからやってたのでゲットできました。いちごと早く言ってて、でもまさか行けるって思わなかった。思ったより早く言ってたみたいです。私ゆずさんありがとう。はなまかたさこんばんは。なあだに超顔に、そう、最近あまりすぎていろいろ怒られて。そうなの。ゆずかファンとかどう、何何ゆずさが間に合わない。そう、みんな結構ね行けなかったって人が多かった。ゆずさすごい、一応と一緒にいる時にね、一緒よよやばい言わんばって言って、そう言ったんですよ、マネージャーさん。そう、でもね普通に昨日とかに、昨日行くって分かって、そう行けるってな、行けるって確実に決まって、確実に決まってっていうか、
あの、あ、え、本当に響きいけるんですかって言って、いけるよって昨日言われて、よっしゃーって思いました。 FMC で曲名言うの苦手、はい苦手です苦手です、ああいうの苦手なんですよね、本当お話しするの苦手です私。話会響きと公園話会響きと公園の日、公園響きの違うところも好きよ、好き本当マジにそう、マジチューンにあったら、で、組みましょう、組みません、組みません、無理です。もう結構私はたくさん推しがいるんですけど、ほんまにね、じゃあ、ちっちゃい、キかわいい、ありがとう。ユーナにくりました。そう。ユーナにそう、回復借りに行きました、そう。いや、最初は自分の服で行こうと思ったんですけど、なんかもうどうしてもなんか自分の服が、あのなんかいいのがなくて、そう別にね、そういいのがなくて、そうなんか足を出すのもちょっと違うなと思って、足太いのに、なんか細いアイドルさんの前でちょっとでかい足を出すのはちょっと嫌だったので、ちょっとなんかこう足があんまり見えないやつとかで、なんかちょっと合わさるやつがなんか可愛い系のやつがなくて、可愛いね、で本当自分が着てると家にないときあるね、なんかそういうのあるよね、そう自分が着てる服ってあんまりさ、なんかちょっと違うってなるんですよ。昔は結構日々こういう可愛い服装好きで、そう前はねボーイッシュ系とかよりもこういうのが好きだったんですよ。でもなんか途中からなんか変わって、まあ今でも全然可愛いのもめっちゃ着ますけど、なんか昔よりはなんかよくわかんないんだよね、響きの系統って。響きはオールジャンの服着るので、そうだからこそオールジャンの服を持ってるからこそ、なんかこう組み合わせがないんですよ。そう一個一個の服はあるの、これ可愛いって、これ可愛いなと思う服は一個一個あるんだけど、でもそれを合わせようとすると変で、だから服がないってなるの。そう服を買い出さないといけないんですけど、そんな服ばっか買ってたらね、お金なくなるんで。そう、それさ、あ、ありがとう。で、おしまししてきた。もうね、おしましどころじゃないの。もうみんな大好き。DD ですか、私。ばあさん、ありがとう、かわいい。あ、でもね、佐藤愛理さんとは、もう結構喋れたんですよ、お時間。結構喋れて。お話し会だったら、普通に結構な時間喋ってた気がします。2分以上喋ってたんじゃないかな。なんかでもなんかこういうのが好きで、こういうのが何度かってみたいな、そう結構あのうん、ひろとゆきさんは本当に一番最初に喋りかけに行ったので、あなんか結構 あのどんぐらい喋っていいか分かんなくて、まあ、そんなに長くは喋ってないんですけど、そうあとりあえずあの握手してもらいました握手してもらいました、はい、佐藤愛理さんにも握手してもらいました、ありがとうございます。レバさんありがとう、かわいい、ありがとう、似合う、ありがとう、かっこいい、コン好き、ゆうたさんありがとう、かわいかった、かわいい、ありがとう、めっちゃわかる、あのデニムの着ていきなよ、何してんだ、確かにアメカジもする、そう武士なのも結構着ますから、かわかる、何でも似合う、ほんとゆうたさんありがとう、いちゃん姫さんみたい、ダンスタイルのサリ男がさ、ねえマジでいいよね、やばいよねスタイル、でも10枚くらいかな、どうだろう、にいいちゃん昇格しても僕のプレゼント難しい、ぜひぜひあのじゃあ響きの好みをぜひ教えますので送ってください昇格したら待ってますよこうやって待ってますよっていう人いるのかな、かわメイクしてるの見れた、メイクしてるよ、いいちゃん握手して、握手しよう、本当に握手してもね、握手言うなら1ぐらいあらって言ってながらいいと結構ね2分以上喋ってた気がしますよ、そう、ラビューラビュー、マジで嬉しかった、嬉しすぎた、はあ幸せ、もう幸せすぎてどうしよう、いいちゃん幸せです、
あ幸せだな。好きに彼氏と会った方が助かる。私いるね、その時大事姉さんと今年の確かにしましたね。そう、いちごのねミンティアもらいました。私今日ミンティア忘れていっちゃって、命ミンティアがって言ってたら、あのサラハさんは、あ、桃のミンティアなら持ってるよ、あのチョウさんはいちごのミンティアなら持ってるよって言って、そう、あ、じゃあ本当に必要になったのあれますねって言って、そしたらチョウさんがあのマジでいちご食べたことあるって言われたから、あの、うん、本当にいちご食べたことなくて、え、食べてみて本当に美味しいからってで普及を知ってもらったんですよ。もう本当に美味しかったです。買おうって思いました。美味しかった。うちおさんかわいい。私は昨日ラムネを買ったんですけど、まあ食べてなくて、このエナジードリンクの方を食べてみたかったんですよ。食べます。で私また明日からダイエット始めるので、うんお、美味しい。ビンゴ歌いますか？歌いません。見て草って、今日は意味見れそうだね。見れそう。ベース行ってて楽天のためにグッズ買う必要があるので、初めて見た。美味しい、美味しいよ。クリアたくさん買ってた。買ってた、よかったな。いちご見てというか、いちご頑張ってる。そう、調査にまたミント出身の何味がおすすめ。カルピスとかおすすめかな。本気のあげる完売になった。え、そうなの。ぴょんぴょんが全部買っちゃったの。あれはまあ嬉しい。でも完売にしてくれて嬉しい。グッズの、グッズの完売嬉しい。ぜひあのなんだっけ、お話し会も完売してください。あ、終わったんだった今日。ドアンジンクマル、エナジードリンク味は、ガチのエナジードリンク味、ちょっとするぐらいかな。撮ってよ。え、嬉しい。話そう話そう。すごい、見えてよ。花ありがとう。こっちの普通のラムネはなんか集中力が続くやつを使いました。今日のレッスンのために買ったのにさ、結局持っていくの忘れてさ、食べてないんですよ。集中力効かせようと思って明日に持っていこう。うん、おいしい。うん、お腹空いたらこれ食べよう。なんかこれブドウ糖入ってるから、なんかお腹がね結構あれらしいですよ。いい感じらしいですよ。良くなるグミ食べたい。え、あるよね。お疲れ様さ、クークありがとう。見えてお花ありがとう。見てる、ラムネ無限に食べてるね。ラムネはさ、なんかダイエットにもいいし集中力にもいいって言うじゃん。人間ラムネに生きれるみたいな言うこと言うので、明日からちょっとラムネ生活しようかな。お茶飯会今日できるくらいの時間を保護して、マジ嬉しい、ありがとう。嬉しみの舞なんですが、ありがとうね、マジで。ナビア素敵、ありがとう。ピーサラビュー。パイナップルのグミ食べてます。わ、いいね。トンチャーズこんばんは。お、もう50分なんですね。はぁ、もうとにかく私はもう今日は余韻に浸ります。そして今から配信が終わったら、部屋がちょっと散らかっているのでお部屋も片付けて、でダンスを覚えて、で余韻に浸ってお風呂入って、でやってると多分まあ4時とか3時とかなってるんですけど、でも今日はすごく気分がいいのでお部屋の片付けをします、はい、お部屋の片付けをして、はい、とりあえずねマック食べたので、ご飯今日マジみんなでご飯食べに行ったんですよ。マックその終わってから
AKB さん見てから。そうなので、あのもう全部もうマックがもうマックを食べてから結構時間経ったんですけど、まだまだ時間経たないと寝れないので、そう今日はちょっと片付けとかしてダンスをちょっと覚えないといけないので、覚えて明日早くはない、明日も朝早く起きてまたダンス覚えるので、まあそんなにたくさんは寝れないけど大丈夫はい、もちろんトリプルを食べました。はい、みんなでトリプル食べました姫菜といちごとゆうなと行ったんですけど、そう行ったんですけど、トリプル肉厚ビーフ食べました。バチうまかった。で私三角チョコパイも食べたかったんですけど、さすがにやめました。今度にしようと思って今度それを諦めました。でもアイス食べたので結局一緒ですアイス食べんなよって話なんですけど、もうマジであのマックはもう僕隊をもうずっともうなんか1週間ぐらい前からとりあえず僕隊が終わったら食べようって決めてたの でフェスがあるから本当は昨日食べたかったんですけど、だから夜中に食べるのも良くないなと思って気にしました。バナギーグっていうお店に行ってみたい。分かる行きたい。休んでね、ありがとうね、ありがとう。そうみんなでみんな同じの食べた。そう同じの食べた。はい、みんな食べようって言って。 INZ さんありがとう。かまアイス食べてください。食べましたかな。とヨーグルト食べますか。ヨーグルトはもう今日食べたので食べない。しかも今日アイスも食べたし、ほうじ茶プリンも食べたので結構食べ過ぎなんですよ。でそして今日許してください、このこのなんだっけ、じゃがりこのサワークリームペッパー味食べました。はい、もうマジでこれ期間限定で、なんか SNS で出てきた時にもう絶対これ食べるって決めてて、ちょマジ、はい、今日はもうチートデイなんで食べさせていただきました。すいません、ほんまにね、すいません、ほんまに申し訳ない。マジあの今日はマック食べるからご飯少なめにしようと思って、あんまりご飯とかもあのご飯も少なめでレッスン行ったんですけど、でもなんかお腹が空きすぎてこれじゃあの AKB さんのやつ集中できないなと思ったので食べちゃいましたそう、マジ美味しかったですよこれ、はい、このサワークリームとかめっちゃ好きなので、そう食べましたね。そうなのでちょっと明日は減らしたいと思います。何ご褒美だったらね、ね、ぜひ食べてみてください。これ美味しかったです。まあ期間限定なんで、ね、苦手じゃないと思うんで、まあ好きな人は食べてみてください。美味しいですよ。はい、多分明日はすごいむくんでいるのでやばいんですけどまあでも明日は特にね、別にその出るあれはないので、もうお仕事はありますけど顔は大事じゃないので。九州醤油のじゃがりこ、わかる、九州醤油とじゃがりこがいっちゃ美味しい。ほんまに九州醤油のじゃがりこが一番うまい、うまいです。もんじゃのじゃがりこも好きなんですけど、はい、私は一番は九州醤油が好きです。これも好きでした。はい、これも好きでしたね。でもどっちかっていうとポテトチップスとかの方がサワークリームのやつは好きかもしれない。はい、そう美味しかったですよ。マジで明日からもうマジで結構 AKB さんみたいなあの細いスタイルのいいようになるためにちょっと福スあ高猫さんにいろいろと頑張っていきたいと思います。僕隊もね次25でしょ。響き出るかまだ分かんないですけど、まあ出るだろうと私は思って、はい、頑張りたいと思います。今週フェスもありますからね今週フェスもありますから、あさって12、13、10、11、もうすぐですね。頑張ります。まあフェスの時には多分痩せてないですけど、さすがに。じゃあ出る僕隊行きたい、来てね。たぶんひーちゃんは出る気持ちですはい、なのでうん
そんな感じでね、お待ちしてます。明日気持ち長く配信するかもしれない、わかんないですけど、まあ確実に配信はするのでぜひ見に来てくださーい。4時ぐらいのおっさん、もうやばいよね絶対に。ナイスラビュー。じゃあそろそろ壇上を読んでいきたいと思いまーす。では13位ひろしさん、12位ゆうたさん、11位オトピアン、10位ソルさん、9位たなたなくん、8位よいさん、7位つのまよさん、6位おぐいん、5位なべなべ少女さん、4位ぴょんぴょん、3位くまねパパ、2位ルパンさん、1位はドゥドゥンドゥドゥンともひろさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとね、ありがとね。のドール今さ結婚してありがとうしませんけど、ありがとうございますしませんけど、楽しみね、楽しみ楽しみましょうね。今週楽しみましょう。週末週末早く寝よね早くは寝ないかもありがとね、みんな見てくれて、話聞いてくれてありがとう。もうとりあえずもう今日は幸せな日でしたとさって感じの一日でしたとさ私今日回復してるじゃん。それはもう服じゃない服がさ女の子っぽいからじゃない。可愛いじゃん。じゃあ今度響き可愛いの着ますね。最近ちょっとボイッシュ着てたからね、ずっと。じゃあねみんな、今日よかった、ありがとう。みんな本当にお話たくさん聞いてくれてありがとう。今日モチベにまた頑張ります。モチベがたくさんで嬉しいです。いいちゃんすごいいいことがある。占いだと日々結構今年悪いみたいな感じだったと思うんですけど、結構いいかもしれないので、占いやっぱ嘘かもしれないです。それじゃなく嫌いやった最近。嘘来ますよ。今日は可愛い、ありがとう。やったね、今日はできてよかったね。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。うんね、つまらない、消してなかった、はい消してください。ちょっと祝辞タイム、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、バイバーイ。かわいい、ありがとう、バイバーイ。もう可愛い。ありがとう。バイバーイ。愛してる。バイバーイ。